これチンピンか、新しいやつよ。チンピン。前はかなり前。すごいね。チンピン見える。ちょっと頭かり。でもお金かかるでしょ。すごいの綺麗に。気がつかなくて悪かったの。どうも、駅いっぱいあったから、一番近いかな、わからない。これだけでも大丈夫。聞いた、聞いて。ノープロ。気がつくのも遅かったよ。私よく答えよう、線路開いた。開く、吉井さん送ったんだけど、でも携帯は古いから開かない。何も見なかった。いっぱいあります。あと6年ぶりの神輿で、うん、来てる、うん。この前の一員で、本当は3年前だけど、1年で出なくて6年目もある。あとでそのようだから小さから来る、江戸川湧くだから違う、うん、まあ来月からもうめこちいっぱいあるからでも6年ぶりいいと思います。日暮里なんとかいいんじゃん。日暮里か、日暮里6年ぶりだからいい。来週来週やなくて、来月、ちょっと今覚えてないけど、来月、来週やなくて、二遊なんとか、うん、私行かないけど、ね、来週、そのぐらい私の地域とそれぞれ、神奈川高校の神奈川来る、行きます。でも、もしよかったら、あとで神社ちゃんと名前を。でも、私の用意、いつも確認してね、私、幹事長と難しいので、違うところいっぱいある。確認の上、一点に、用意いっぱいあるかな。先生問題ない、先生問題ない。また用意あったら、教えて。来週は、どこ行くの？成田さん。ああ、日本海。どうかなと思ってます。私も行こうかなと思って。日曜日どうだろう。日曜日金土日やろうけどね。日曜日だね。日曜日私に行くなら日曜日。でも来週埼玉こっち祇園祭いっぱいあります。もちろん遠いところもいっぱいあります。結構綺麗な山がね、楽しみにしてたけど。おらないよ。